海上自衛隊としては最大のヘリコプター搭載護衛艦であった出雲型は現在、STOVL 短距離陸垂直着陸機である F-35B ライトニング2を艦載する空母としての改修が進められているよ。このことを受けて中国メディアのネットイースと香港メディアのフェニックステレビが主張を展開しているな。どうせ日本批判なんでしょ？自分たちは好き勝手に軍拡しているくせに、他国に対してはすごくうるさいもんね。そうだね。さて今回は海上自衛隊の出雲型護衛艦の空母化に神経を尖らせる中国系メディアについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2021年6月に飛行甲板の耐熱化改修を終えた出雲において、11月3日に四国沖の太平洋上でアメリカ海兵隊の岩国基地所属の F-35B が垂直着艦と短距離発艦に成功し、空母としての第一歩を踏み出したんだ。出雲型護衛艦の出雲と香川この先2026年頃を目標として、空母として運用するための改修を終える予定で、その頃までにアメリカから導入する F-35B の飛行隊を宮崎県ニュータバル基地に編成して両艦の艦載機とすることになっているよ。中国メディアのネットイースは出雲 F-35B の初着艦試験について報じた上で、日本の軍用艦艇上での固定翼機による発着艦は戦後初めてのこととであるとして、出雲がヘリコプター護衛艦を装っていた仮の姿を脱ぎ捨てていよいよ軽空母としての本性を表したと主張したみたい。そして出雲の基準排水量について触れ、中国の空母遼寧が5万8500トンであるのに比べてわずかに1万9500トンしかないにもかかわらず、艦載機として運用する F-35B が第5世代ステルス戦闘機として中国の J10 や J15 を圧倒する性能を持っていることから、出雲の戦闘力は遼寧よりも高く、強い空母となるであろうとして警戒する必要があると論じているね。さらに F-35B がステルス性能において中国軍の最新鋭艦載機である J15 に勝っているだけでなく、そのレーダーとして搭載されているアクティブ電子操作アレイ AESA による、アクティブフェーズドアレイレーダー ANAPG81 について触れ、J15 がそのレーダーでは F-35B を探知できるのは 40km まで接近しないと難しいのと比べて、F-35B は J15 を 200km から探知できるとして、その才能差が顕著であるとしているんだ。これらについて論じてから結びとして、F-35B に対抗できる中国軍の戦闘機は J20 くらいのものであり、空母遼寧の搭載機数が出雲を大きく上回るものの総合的な戦闘力は出雲が遼寧よりも強いと認めざるを得ず、中国海軍はこの日本の軽空母を決して甘く見てはならず、もっと警戒を強めるべきだとしたよ。また香港メディアのフェニックステレビも10月9日に出雲の F-35B 発着艦試験について触れる記事を掲載しているんだ。このフェニックステレビは香港でテレビ放送を中心とするメディアではあるが、香港と神戸行政区に拠点を構える中国政府系のメディアで、香港人へ向けての放送ではなく香港から発信する形を装った中国当局寄りの放送局で週刊誌を発行しているな。記事では出雲 F-35B 発着艦試験について書いた後、日本の海上自衛隊が近い将来に2隻の空母を保有することでその能力を大きく向上させ、中国が増強を急ぐ空母打撃群に次ぐ戦力を保有することになると分析しているよ。その上で日本が南シナ海問題や尖閣諸島問題を通して中国を常に仮想敵国として意識し、軍事的に対抗するために多額の予算を注ぎ込んで自衛隊の装備や武器を増強していると非難し、出雲型をヘリコプター搭載護衛艦から軽空母に改修していることもその一つであると主張したんだ。そして、軽空母に改修された後の出雲型護衛艦が F-35B を14から18機艦載することが可能で最大で20機を乗る可能性もあるとして、日本がアメリカから調達する予定にしている F-35B が42機であることから、これらの F-35B の全てが空母艦載機として運用されるだろうと主張しているみたい。その一方で、出雲と加賀の改修が完了して空母として運用されるようになり、海上自衛隊が空母打撃群を編成できるようになるのは2026年以降になるだろうとして、その前に中国海軍は3隻目の空母を収益させて最新鋭の艦載機を一度に最大で130機運用できるようになるはずであり、日本が2隻を運用したとしても量も質も中国海軍が上回ることになり、日本を圧倒することができるとしているよ。さらにフェニックステレビの記事は、日本の海上、航空両自衛隊における戦力強化はもはや自衛の枠を超え、敵地攻撃力を保有していると言っても過言ではないと非難し、さらに日本が原子力潜水艦を保有する可能性があるとして、中国軍は日本の軍国主義復活を警戒しておかなければならないとの主張で締めているんだよね。この3つの記事は一見、中国メディアのネットイースは出雲香川中国空母にとって脅威となるとし、香港メディア内実は中国メディアのフェニックステレビは出雲香川恐れるに足らず、
中国空母の敵で名はないとして無逆の主張を展開しているようにも見えるが、しかし、その根底には出雲型護衛艦の空母化を脅威として捉えていることの反応と見られているな。どちらにせよ、脅威ゆえの批判ってわけだね。脅威って言葉は侵害だけど、抑止力になるなら受け入れるしかないね。中国海軍の最新鋭空母艦載機として配備が進められている J20 は、ジェット戦闘機としての分類上は F-35B と同じ第5世代戦闘機とされて入るんだけど、その実態はアメリカ空軍が1983年から2008年まで運用していた、世界初のステルス攻撃機 F-117 ナイトホークと同程度のステルス性能とされていて、レーダー反射断面積において F-35B と比べて大きく劣っているよ。また、仮に尖閣諸島問題がこじれ、海上自衛隊と中国海軍の空母による軍事衝突が起こったとして、出雲と加賀の F-35B 約40機だけで中国海軍の3隻の空母の J20 戦闘機130機と戦闘を展開することは考えづらく、有事の際にはアメリカ海軍の空母打撃群のサポートが得られると思うよ。とはいえ、日本としては中国海軍との軍事衝突の際に日米安保が機能しない事態を想定しておくべきだよな。現時点で海上自衛隊において新しい空母を建造する計画はなく、出雲型と同じ日向型ヘリコプター搭載護衛艦を空母化改修する計画もないからね。中国が建造を急いでいる3隻目の空母003型が就役して空母3隻体制になった際に、やはり130機の艦載機は脅威であり、それに対抗するためには南西諸島に日本版空母キラーとして、長射程の地対艦ミサイル部隊を多数配備しておく必要があると思うよ。場合によっては尖閣諸島にもミサイル部隊を展開させておく必要があるだろうしね。空母の建造は一朝一夕というわけにはいかないけど、ミサイル部隊を展開させるのはさほどの時間を必要としないだろうし、防衛省は 1500km の長射程を持つ1二式地対艦誘導弾の能力向上型の開発と配備を急ぐべきじゃないかな。それじゃあ今回は、この辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、この前8月9日は原爆の日だったね。絶対に忘れてはいけない日でもあり、受け継いでいかないといけない日でもあるね。僕たちは生まれていないからわからないが、話を聞くだけでも原爆というか、もう戦争自体してはいけないと改めて感じるよな。そうだね。改めて知っていると思うけど、8月9日に何が起きたのか説明していくよ。1945年昭和20年8月9日午前11時2分、アメリカ軍の B-29 爆撃機ボックスカーが原子爆弾ファットマンを投下し、長崎市松山町の500メートル上空で爆発したんだ。広島に次いで史上2番目の原子爆弾で、当時の長崎市の人口24万人推定のうち約7万4000人の市民が亡くなったそうだよ。また、建物は約 36% が全焼または全半壊したんだ。どんだけヤバい爆弾なんだ。そんなものをアメリカはよく使おうと思ったよね。ほんとだぜ。現在、長崎で被爆して亡くなった人たちを記した原爆死没者名簿の搭載者数は18,582人となっているそうなんだ。戦争というのは本当にしてはいけないよな。罪のない人たちを巻き込んで何をやってたんだ。本当だよ。これが1945年の8月9日に起こったことなんだ。この戦争で戦争はダメだと感じていたはずなのにロシアは戦争を起こしたなんて全くもって理解できないね。早くウクライナの人たちも戦争が終わることを願っていると思うよ。絶対そうだよな。これから先中国も戦争を起こそうとしているならやめてほしいぜ。これからは戦争は過去のものであってほしいよね。本当だね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。よかったら、チャンネル登録してね。これから亡くなった方の冥福と、これからの平和の実現を祈り1分間黙祷するよ。時間がある人は一緒にしてね。では、黙祷。
黙祷終わりだよ。最後まで付き合ってくれてありがとう。それじゃまた明日ね。